はい、え、ひとつきまんさつしみずです。今日はですね、もう首都がですね、東京が知ってますコロナ、あの、1000人ぐらい感染するかもしれない、このまま行くと。1日。そんな中、小池都知事はですね、ステイホーム、命を守るカルタということで、東京都のホームページにですね、あの、カルタアップしてました。ちゃうかと。 ねえ、あの、ここは大阪やないでと。うん、誰も突っ込まへんでと。<laughs> ねあの、うん、まあまあ、これから残念ながらですね、うん、あの、バタバタとキューというふうに、うん、あのように言ってしまう方もいる中、うんえー、私、最近疲れまして、うんえー、真面目にですね、あの、菅政権、う々ぬ関連動のこのとかっていうふうに言っていてですね、疲れた疲れました、ね。も疲れだもう本当に疲れた というわけで、今日は、片岡さんに酒を飲ませながら、<laughs> あの、どう思うよ、コロナー。最近、あの、白フの片岡の方が、なんか、レアでみんな見たがってる感じばい、うん、ビールいっぱいぐらい。はいはいはい。白、はいはい、のうちじゃないですか、ねあ。そうですね、そうです、そうです。そうです,、うん、うですね。そうじゃうそうです。ビールいっぱい入ってるぐらいが白フです。そう,そうそうそう。はい、今日は、あれですよ。うん、あの、ついに、お乳の、この、 カタオカテロップまで。あ、これね、これで。そうそうそう。そうオッケー、純セレブ卿って書いてある。純セレブ卿って。あ、ちなみに純セレブ卿バージョンと、えー、音楽家としか書いてないバージョンと二つあるんですちなみにこのテロップ一個作るのに5 0円かかってますから。えどういうこといや、あの、外中のデザインーに発注しちゃっあ、そうなんですか、それは。よいそれテロップいらないから五千円欲しかったな。あ、本当？じゃあ5 0 0円あげるよ。えへいい、まあそんなわけでね、ちょっと今日、最近あの、 はい、どうぞどうぞ。はい、どうも。じゃあ、はい。どうもどうもどうもじゃあ、あれですよ。じゃあ、あの、はい、乾杯。プリングルスで。プリングルスで乾杯。もう、ほんとね、大変なことだらけでね、世の中。うん。うん。もう、どうしよう。どうしましょうね。本当にどこに向かうか全然わかんないです。全くわかんないね。コロナ、もこれはあの、オンライン飲み会の前のこの、 前哨戦を録画でやっているということですね。そうですね。これライブではないんですライブではないんですよ。うん、いやー。どうなっちゃうんだろう、本当に。ねえ。だって、普通に考えてですよ。このまんま行くとね、小池都知事で東京のパンデミック止められると思いますかいや。カルタとかだとカルタでは難しいですよね。カルタ、まあでもお医者さんのあれカルテって言うじゃないですか。そこにかけた という願い。願い。かんないけど。願い。あかって感じ。ああいうカルタとかさ、3つの証拠とかさ。三密、3密はまだマシだったよ。今思えば今思えば。あの、小池さんの頭をおかしくなっていく変遷を言うとですね。一番最初、感染爆発、オーバーシュート。はいはいはい。これ、まだいいじゃないですか。次、3密。 なんか、語呂合わせっぽいな、っていう。断密みたいな。そうそう。で、次、ウィズコロナ。うん。なんだおかしくなりましたね、もう。だいぶ進行してきてますね。進行してきた感がありますよね。で、その次に、言い出したのが、えっと、5つの子。ああ。で、そしてなんか最近は、なんか、汗だわ。わかると思個、6個、6個のやつ。 てるこのやつあありましたっけいやもうねさすがにメディアも飽きられたのかあのえっとまた新しいのがさすがに僕も飽きてきたぞえ何で何であのんかあってんどうでしたっけえっと引き続きこれだ引き締めようこれ最新作小池百合子最新作はあこれ これ。引き締めなんかやっぱりさ、なんか進行してきたかもしれない。そうですね。で、宇賀さんもどっかに返したけど、小池百合子のことだっけな、なんか学校っぽいって言ってましたあ本当うでもそう思いますよ。なんか学校のプリント、チラシとかさ、学級だよりとかね、なんかそういうこと書いてある感じ。あそ引き締めようとか。学校行ってないか分からんほう。なんかね、学校とか、お民間だよりみたいなやつとか、そういう感じがんなすかね これで <laughs> まと,と,とりあえずもうし皆さん、首都パンデミック確定ですってこれで防げると思うこれ、これで。引き締めを引き続きテレワーク。ーえー、き,、えー、き基本を徹底、マスク手洗い。し食事をお複数人で取るときマスクで会食。目、えー、面倒でもこまめな換気。よ夜のお酒は少人数。う ウイルスうんたらかんたら。またこんな長いと別にこんな頭文字つけても覚えられるそう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 。カイロ大学ではこれぐらい出んじゃないですか。そうなのかな。ん。あの、ほうれん草みたいなやつね。ああ、そう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 。ほうれん草まだわかる報告連絡草だ。それはわかるんやから。うん。あんな長いとさ、頭文字でやってもちょっと変だよね。何言ってんのっンよね。 誰が考えてるか小池小池さんでしょ。自身ですかね、これでいこうっつってね、いいの、いいの、いいことが浮かんだみたいな。5つの子の次は、引き締めようよとかって会議で言って、でん。こう、そうね、いいのいいの浮かんだんだけど言われたら、はい、そうですか、知事なんですか、みたいな。 僕も気をつけないとな、たまに、あのねっつって、いいダジャレを考えたんだよつって <laughs> 言,言って、みんな引きつってるっていういやダジャレはいいじゃん、あの人、<laughs> 感染防止対策であれ考えてるんですよ。そうですよねああいうのって、うん、効果が効果があるというか、まあそのコロナに対する効果じゃなくて、何か支持,、うん、支持率的な、うん、あると思う。 だとしたらなんでなんでしょうね。あるのかないのかわかんないけど、実際。何なんですかね、あれ。ああいうことをやったほうがいいと思ってるわけでしょ。うまあ、選挙なんかだと、ちょっとわかる気もするんですよね。すごい短いキャッチフレーズだけで。しかも長いしなんだけどね。うんね、ね、ちょっと選挙的な感じでもないなっていう。もうたぶん政治家はね、頭おかしくなってるおかしくなってるんでね。うん、もう、がめん。もう、終わりだ。ああいうことやるのが仕事だと思ってね。そう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 。 でも怖いよね。こ、うん、のまま行ったら、ちょっと、うん、1と千人、2千人行きますよ。そうですよね。だってあれでどう考えてもさ、うん、あれ見て、はぁ、よかった。パンデミックは、<laughs> ってれたって、覚えないでしょ。<laughs> 引き締めれば大丈夫だ。<laughs> 引き締めれば大丈夫だって。基本徹底すれば大丈夫だって <laughs> う<ん>ん。なんだ、引き続きテレワークえー、ーきえー、基本の徹底 <laughs> あよく覚えてる。引き、し、し、<laughs> し少人数の歌らかんったら、うん。<め>また紹介。目、うん、いきし、目、ええ,え,えってなんだっけもう忘れました。もう,もうダメだよ。あれ、防げるわけないじゃん。<laughs> うん、これからもう東京はもう、1日1000人、2000人、えー、下手すると1万人。そ,ね、そんななんか GoTo トラベルキャンペーン行くんですよ。ねあの、今、ちょっと今更聞けない初歩的な話なんですけど、うん PCR 検査してないでしょうんうん。してなくて、その人数って言ってるってことは、ちょっと体調悪くて検査した人がその数っていうこと。そう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 。そんなもん、検査したらもうそんなところじゃないですよね。うん。うん。できるわけがないですよ。うん。うん。もう終わり。うん。これはもうだめかもしれんねっていう。そうそう、おい山に直撃です、このままいやー。 もうなんかだんだん私もギャグにできなくなってきたねあの、コロナウイルスは存在しなくって、メディアが作り出してるフェイクであるっていう、<laughs> あれに転向しようかな、もうね、どうせ防げないんだったら、もうどうせ防げないんだうもんね。やけくそだ <laughs> みたいな、うん、いやー、すげえわ、まあ昨日一昨日までか、安岡村に行っていて、うん、あの今日ね、配信してたあれが、うんうん、あれがあおとといの収録だったんで。 安岡村からもう帰ってきたのかと思ったりして,ているかもしれないです、ね。<laughs> 確かに。うん、<laughs> そうではないんですけど、でも、安岡はやっぱ言っててあ、これぐらいの感じの村で、うん、鎖国みたいにしたらいいんじゃないかなとか思いましたね。<laughs> <ん>あのコロナ防ぐというか。なるほど、<の>なるほど自分。自分だけ、その、なんですか、地獄の目視力のなんとか将軍みたい。もう入ってくんな、みたいな。こ入ってくんなって、王国を作って、ジュセル部教だしね。うん,うんうん、うんまあ そうもいかんよねアマゾンのおっさんとかは絶対入って、うん、使わんととても難しいし、うん、いやでもあのいろんなところでアマゾンのお口でも感染してるんだよ今、うん、あ、はい、あそのアマゾンじゃなくて通販のアマゾンのおあっさんがかあのお使わないわけなかなかいけないじゃないですか、うん、いやそうかほらラみたいなところだといやー、うん、楽天でもいいんだけどきついわうん、うん、あもうメンタルやられないようにした方がいいねそうですね、うん やっぱりそのねコロナ自体のこともだけど、うんまあた、大層人間性が奪われてますよねいや、奪われて、奪でも、うん、フェイスブックとか見たらさ、うん、怖いもん、俺今、うんうん、SNS とか気の狂った狂人の集まりみたいになってる、うん、そのまた感染増えたらまた状況変わるでしょうけど、うん、そのちょっと気をつけつつ、人数減らしつつ、親子で音楽ワークショップみたいなものが。 ちょっと再会し始めてて、うん、まあまあ気をつけてやるかっちってやるんだけど、うんあの、すごい渇望してる感じを感じますね、親子,親子なり子供なり。えその音楽のそ<う>触れ合いをそうそうそう<ー>そう。まあ音楽にっていうことというよりは、やっぱり触れ合いというか、すごいかりそめのちょっとの間だけど、すごいホッとしてるもんね。うんうん、あれ、だからストレス、ずっとこれ続くともう。 みんな追い詰められておるんやそうですよねうんまあしょうがないやちょっとバーっと飲み行ったりしてる人もいるけど、うん、それでもまあ我慢しまあなんとなく気分的にはさ自粛だし、うん、私今日はあの、うん、片岡さんに酒をごっといて何なんですけど、うんはい、飲みに来てとかってなるもんなんですかやっぱいやーいや僕は別に外で飲むほうが好きというは限らないですけどね酒飲みってそういうもんなの うんなんか飲みに行きたい、飲みに行けないということがストレスになるんですか、えー、私、行かないから分かんないやっとね、やっぱり飲むのじゃなくて、人と会って、直接会って、んなんか、こう、コミュニケーション取るっていうことですよね、ズームとかもあるけど、うんまあ、今までやっ,てきたやってた人はそれがなくなるわけだから、飲み行かないって言って、じゃあ、恵比寿駅の駅前で待ち合わせね<ー>みたいな、うんどこ行くっつって、<laughs> そういうのがさ。 ないないないでしょ、まあ、や、やってる人はやるけど、まあ、あ、や、まあ、やらない方がいいということになっていいわけだから。まあ、実際そうだし。うん。うん。ミンさんはオールフリーで。子供とかもね。うん。わいわい。うん。じゃれ合うみたいなこと。まあ、知ってるでしょうけど、子供だから。子供は別にいいと思いますけどね。うん、でも、まあ。し持ってなかったら。うん。 まあでも、あのできるだけやめようねっていうことになってるということ自体が、やっぱちょっとストレスかなって気がする。まあ確かにな。プールはないって言って学校で。まあ学校自体いいんだけどさ。学校は行かなくていい。学校自体はいいんだけど、のまあでも学校じゃなくてもプールとか、そうだったのかな、今年はな。ないんじゃないの多分ないしね。そうや、泳ぎに行ってないわ、んうん。 今年何ししてましたそういや <laughs> 師走じゃないですか今そうですね俺2月ぐらいから引きこもってるわあ<ー>ずっとまあ僕も清水さんはねた特にそうでしょうね、うん、僕もまあ何か仕事でなんか呼び出されて呼び出されてっていうかここに来てって言われて行くなんていうのがないから、うん、だいぶ引きこもりだし、うん、で自主的に <laughs> ワケーションって言われたから、あ、やるやるっつって。ワケションワケションって何だったのあれ。よくわかんないわかんないけど、知らない間になくなったよ。で、ホテルとかがそう安かったから、意味なくちょっと長期滞在して、そこであのオンライン飲み会やったり、そういうことはしてましたけど。っと年撮った動画の本数が1274本ですね、現時点で。 あ引きこもったらずっとこれやってましたよ。すごいですね。なんでやねん、なんでやねんって。分量がすごいです僕は、あの、配信。自分で今、調べて、引いた。引きますよね。だって、千何回とかさ、うん。笑点みたいな番組がさ、ずと続いて、おお、第1000何回、やそんなやってんだ、みたいな。あれだけやってらそうだよねっていう、週1でもね。そうですね。それを、こう、この短い期間にやってしまうとう。ん。やばいわ。自分で言うともない。 でも私、ずっと引きこもったけど、皆さん、どんなね、休日、休日コロ, <laughs> コロナ、コロナの中、<laughs> うん、どんな感じなんですかね。他のミュージシャンとかあ、まあ、ミュージシャンの友達もたくさんいないんでね、分、うん、かんないですね。たくさんいないのたくさんはいないですね。友達に会えなくって辛いって感じてはないね、私、うん。 あれですよ、うんえー、私の接待交,代交際費、うん、1>, 1年間で、まあ、11月末で決算なんですけど、えーえー、16万円ですよ。<laughs> ええー、そうですか、16万円って12で割ったら1ヶ月、1万4000円くらいですよ。片、うん、岡さんのワインダイソの中に入ってんだよ。<laughs> 半分ぐらい片岡さんのワイン代かいや、もっと言ってるかもな。下手すると。接待交際費。僕、僕がすごく思いっきり接待され。そう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 。うちの接待交際費の半分以上、片岡すけのワイン代が占めてる可能性があります。じゃあちょっと大口の契約考えとくか。ぜひよろしくお願いします。今日さ。何を契約するんだろうね。なんか発注させていただきます。うん、なんか発注して。 っていうか全然だからお酒とかあ<ー>私の接待はお酒で要するに人に飲ませたりね安い分とか、えー、あんま安いのでもお酒だ僕はねお,お酒はオンライン飲み会お布施が送られてきてるので、うんまあ、あんまり自分で買わなくて済んでるっていうのは済、うん、んでるっていうかねあい,ねいやちょっと待てよほとんど酒代だったらそれほとんど安、うん、んかあの 片岡さんに飲ましたワイン代かもしれんそうでしょう、多分。だって月一万とかやったらそう。そんな感じだよね。ペース的にはそういう。あら、今ここに片岡さんに飲ました酒代の。いやあ、そうない。自分で帳簿つける人は社長面白いですね。いやでもあの全然さ、あのお金使わなかった。ああ、外にだから飲みに。ああ、うん。 まあ僕もあんまり使わない方だけど、うん、より使わなくなりましたね。うん、やっぱ出かけないから。うんうん、ただね、あのー、多少旅はしたんですよ。うん、そういうこう。なんか、あの緊急事態の時に1点勝った。そうなの、そうなの。うん、ちょっとね、見たいなと思って。だって自粛だもんね、所詮は。うんうん それはね、すごいね、面白かったんですよ。うん、あんまりみんなにはお勧めしないというか。<laughs> あの、みんなは、あの、でもあの時よりも、今の方がよっぽど危険だよ <laughs>。そうそうそう,そう。感染者だって。そうそう。あのー、ね、新幹線の中もガラガラな上にね、うん、窓の風景でさ、知って,知ってる町浜松とかね、こう通るでしょ。町が,町が明らかに、シーンしてんですよ。うん、ちょっと車走ってるけど、みたいなね。で、それをこう、新幹線の車窓、 でずっとと見たのはねうん、うん、割何が良かったです、ね、<ー> <laughs> 何が良か,かったっていうかいいや良かったんじゃない、うん、見,見たぞっていう感じがあって、うん、それで新大阪のホテルの安いところ、ま、すごく安くなってたんでう5日ぐらい持ったかなと思ったのかな、うん、それで別にそこでやらなくてもいい。 パソコン向かう仕事をずっとやあの出歩きに行ったわけじゃないんでね。途中、オンライン飲み会もやって、今ワーケーション中ですこれで合ってますかこれで結構チャット欄でみんな合ってます、合ってます。そうです、そうですでも以前はね、そういう旅行は大体音楽の仕事で交通費出て行ってたんで。 その,そのついでにちょっとどっか立ち寄るとかはあったけど、うんの、そういう新幹線とか飛行機代を自分で出したことがほぼなかったんですけど、コロナになってからは自分で出しましたね。その出費はあったなっていう。なるほど、うん。いや、飛行機、なんかすごい久しぶりに自分で買ったな、みたいな。緊急事態宣言ってさ、ええ、もうあれ、8ヶ月前だよ。あ なんでねあれ、なんだっけ、8月ぐらい違うよ。4月、4月。4月の頃から、最初の頃から5月の末頃までやったんですああ、そっか、そうですね。ね。そういえばそうでしあれでもう、あ置いとく、置いとく。あれでもう終わるかなっていうふうに思ってんだけど。うん。あれが中途半端だったんですよね。完全中途半端。そうですよね。まあ、すでに遅かったしね。もっと早めにやるべきだったと。いや あれ、遅れたのはオリンピックのせいなんですよ、あなるほど2月の段階で<ー>、えー、もうこれ、やばいと<ー>いうふうに来てて、3月の段階ですでにバッハ会長から向こうの<ー>もう中止って、や<え>めよって言ったんだけど、日本がもうやだ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 やややだやだやだだ、うん、って言って、でそれのせいでコロナ対策が遅れた、そのせいで緊急事態宣言も規模が大きくなった。 それのせいで、何十兆という GDP が吹き込んだんです。はいだからオリンピックのせいなんですよ、マジで。まあ、あわれればわかりますね。うん、オリンピックがもし誘致してなかったら、またちょっと違ってたかないや、だいぶ違うでしょ。呪いだよ、本当にあれは、うん。オリンピック自体も呪いというか、うん、なんていうんですかね。そのあのあ まあカルト的なものもそうだし、えー、オリンピックをやったら基本的にその年は衰退するんですよあ<ー>お金かけすぎるから長野オリンピックなんて1998年に始めて、うん、長野市がそのお金返せたの2018年ですよ、うん、<laughs> 20年後かよみたいなうわあれなんであんなん好きなんですかねあん,なあんなことするのが あれは、だから、一部の人は利権になってるから。あ、まあ、それはそう。一部の人が儲かるからやるんですえ偉い人たちが儲かる庶民から、こう、絞り上げて、お金を、この、ええいって、あの、落とさあの、仲間に落とせるイベントなんです。だから、すごく、あの、やりたくないですかなるほどね。まあ、なんか、とにかく名目ですね。こう、あれかね。そう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 。自分セレブ協力するのやるかな。だから、そういうのあったら、すごく、あの、 要素がこう周りからギューって吸い取って、で、周りの自分の仲間にだけペペペって開けて、わーって、さすが片岡様っていうふうに言われるわけよ。やりたくないそれ。いや、いや、ちょっと嫌だ。あ、ちょっと嫌。いや、ちょっとなんか気持ち悪って。あ、ほんありまへんか。まあ別にワインはもう今飲めるし。なワインはね、今日後でオンライン飲み会で開けるワインが、そんなになんか片岡さんがこう、 ちょっと高いのがあってきちゃったんだけど、いいかなーって感じだて、あ <laughs> そうなのこれ、これぐらいって言われてたんだけど、<う>えっといや、ちょっといいのがあって、いいのがあって、うん、ちょっと高い、予算オーバーだけど、うん、買っとこうかな。<laughs> ダメだっ,っちゃうかなー、まあ。清水さんに、多い分は払う,払うよっていうふうに言えばいいやとか言ったけど、 私がそんなこと一度も言ったことありますかうんうんあ。いや、ですよね。だから。基本的にいい入ですよ。ええ、ええ、<laughs> だから、その、あの、余剰分を払いますから、え <laughs> え、いいんですかって、そことまで考えてあるんで。俺、最初それ聞いた時に、わざわざそのこと言うてくる。<laughs> え、10万とかすんのかな <laughs> ちょっと、あの、驚愕しましたよ。<laughs> そしたら、あの、このレシートを読む限り、1万4千。<laughs> はい。80円、うん。はい。 高いんですかワイン1万ぐらいって言われてたのそれ1万4900円。まあね、ぐらいですね。一万9999円のワイン買ってきたら、逆にちょっと面白かったよ。ああ、そうですね。一万ぐらい一万ぐらいかっって。まあ、ぐらいか !1 級さんみたいな。ワインはどうなんでしょう、高いかやいが。いや、上が再現ないから、だからなんとも言えないけど、まあでも、普通に考えて高いですよね、一万円ぐらい。 これ高いもんなんですか高いと思いますよ。だって僕、飲んでみたかったワインだけど、飲んだことないもんだって。うーん。あ、そうなんだ。うんうん。じゃ比較的いいやつ。そうですね。ちょっと今、自慢しましょうよ、そしたら。はい、これを、この、この、あれですか、公開の後に。そうそうそう、ライブ配ライブの配信でこれを飲みますね。この動画自体はオンライン配信の、あの、あと、明日にでも公開するあ、そういうことですね。 うですかこの音はいいねよくわかる音で決まいません音で決まらんよねシャトー・ローザン・セグラマルゴー村ですねはいでちょっとミーハーなんですけどここのオーナーはあれですえっとオーナーというかシャネルシャネルがやってるシャネルってシャネルってあのブランドのそう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 いうの昔詳しかったんだけどな全く忘れちゃったシャネルだからどうってわけじゃないんだけどまあ これをライブ配信の時に開けようとそうです、ね、いうわけですね。はい、今開けてもいいけどね。まあまあ、まあ、あ <laughs> <laughs> 大丈夫です。うん、まあでもなんかこう、師走とかさあ、そう考えるともう、これの流行りだしてるとか言って、1年ぐらい経つわけですね、もうちょっとで。うんうん、そうですよね。<や>去年の今頃も ニュースになってましたよね、もうね中国でっていう、うんね、そういうのを入れるとも、うん、もうとっくにもう1年 1> でもさ、やっぱすごいなって思うのが、うがや、うん、さんとか、うんうん、安冨さんは、もうその段階で怖いよって言ってた、うん、安冨さんね,もうね、ツイッターでね、うん、これは大変なことになるぞって書いてましたよ、11月ぐらい、12月ぐらいに。うんうん いやー、私ですらさ、うん、うがやさんがここに来てさ、12月ぐらいに来て、うんうん、いや、そんなコロナウイルスも大変なのに、とかっていうふうに、うんうん、12月か11月かそれぐらいの時に言われて、コロナウイルスっていうふうな感じだったけど、あっという間に。えーうん 安息さテあれですねえっとサーズの時に中国にいらして、そう,そう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 、それそなんであんな危険な時に、ね、危険なところにいるんだろうあの人と、ね、私はテアモン事件の時にいたか、ね、そう,そうそうそう、<laughs> テアモ事件の一ヶ月前の中国にいたとかね、<laughs> すごいよ、ねうん、危険すぎる、うん、いやヤストラダムスは当たりますね、うん、いやそれからもう怒涛のように、あのーうん、えー 動画の中にそうですよね皆さんが巻き込まれていき大変なことになってる本当によく言われるんだよねこき使われてるなってこき使われてるなって安みさんがああいいじゃんいいじゃんだって毎日出演してこれ笑っていいと思うのをとたら笑っていいともらってだって曜日で決まってるんだけどタモリの部分ですよね 清水さんもタモリだけど。全員タモリ全員タモリですよ。全員タモリ。毎日メガネの色とカツラの色が違うぐらいな感じで、全員タモリ。タモリですよ。まあどうも清水タモリですって、あの、安富タモリですみたいな感じで。一時の、ま、畜施設屋とか久米宏でもいいけど、毎日やってるニュースのスターとか、そういう感じですよ。あの人らは、週7で働いてないでしょ。 そうですか確か月金じゃなかったっけああ、うんそう、そうですね。そう,すねうちの、私の場合は、あのー、ずっとやってますからね。ワンオペレ年中無許で。<laughs> ワンオペレ好き <laughs> よりブラック企業、一時期。いや、セルフブラック企業。インディーズタモリみたいな感じだったわけですよね。うん、ずっとやってるよ。ね、タモリだって、日曜日、土日はやってないかな、多分リ。そう,そうっっね,あのね、笑っていいと思うます。うん、同時にね。 いやー、ずっとやってるわ。今ーん。ん今度ね、あの、動画休みの日は作ったんですよ。ああ収録をしておいて。収録をしておいて、次、前の日に2倍働いておけば、次の日に休めるじゃないかって。それ休みって言わない気がするけどすとみさんにさ、すっごい休みなさいって。死んじゃうよっていうふうに言われて、わかりました。いや、でもそんなね、あの、私、全然、あの、聞き分けなかった。あー。 てる方がいいやん。もうちょっとしてから、みたいなのって、<laughs> 絶対休んだ方がいい。絶対休んだ方がいいって言われて。いいと思いますよ。うーんじゃあ、じゃあ、ーんー、でも、ってか言ったら、<laughs> 協力するからって。<laughs> どういう協力ですか <laughs> 要するに、その鳥食べめに協力するからってわ<ー>かりました。つって、それだ でも、取りためて休んでるのあまり休みとは言えない <laughs> 結局、2倍働いてたら一緒やからとかって。雑誌とかのこうさ、お盆進行とかそういうのと一緒でしょ、うん、うん、まあそうか。うん。うん、ギューって、こう、締め切りからね、前倒しになって。いや、誰かが10億円振り込んでくれたら3日間休みますよ、私。そうですね。うん、ちゃんと領収書も発行するん、ね、で。うん。あの、年末の節税対策に、大金持ちの皆さんどうですかヘロ l ビル,<っ>ビルゲイツヘローヘロービルゲイツ ?10 億円ギブギ,ブギブ <laughs> あのー、あ、私、10月23日、誕生日、あ、12月23日、誕生日なんですよ。はい。10億円を。億円をお待ちしております。講座はここに書いてあります。<laughs> 誕生日に10億円現金ってなんかこう、<laughs> こうえ、でも、不がないなロックフェラーの孫とか、ええ、なんかそんな感じでもらってんじゃないの、ええ、あそうなの知らんけど。 俺らの孫とはちょっと面識がない。ない競え。今日ええ。いや、10億あったら俺年末年始休むわ。10億振り込まれた。いやいやいや、一生休める覚だと思うんですけど。いや言ってるんですかだって。1億ぐらいで休んでいいと思ってんのいやいや。僕、なんか、 100万円ぐらいもらったら、わあ、もう働かないぞっ,っ <laughs> い,やいやいやいや、それは、あなた確か子供もいでしょ。<laughs> うう <laughs> もうなんか、あの響きでね、100万円って言われるよ、おみたいな。100万円とか、まあ。100万円だぞちってって。どうなんやろね。<笑><笑>うん、まあ、あの休むってことで言ったら、やっぱり、1時間に100万円稼いだら、ちょっとだけテンション上がるかもしれない。ああ<ー>、うん、そうね。 僕のあのライブ配信とかも視聴者が10倍になれば100万になるというおっ平田さんだはいちょっと一人でトーク持たせてるいてあはいこちらどうぞええあたおうか田中邦衛ですおお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  <laughs> いやいや、<laughs> トークを持たしておいてくださいって <laughs> なんで一発芸になってるんですか <laughs> <laughs>、うん、なんと、ライブ配信のですね、オンライン飲み会のために、ひたつさんが片岡さんに料理を持ってきてくれたんだよ。うん、なんか、なんかね。素晴らしい。えー、ありがたい。あらかで持たせておいてくだああ。ああ。<laughs> 平田さんがタラモサラダを作ってくれたらしい。収録だとあの、ライブ配信ならまだチャット欄を見ながらそこにこうやり取りができるけど、こう一人で、そうですねとか言ってこう言うのは結構あ誰に、誰に向かって何に向かってるのかわからないね、録画 <laughs> の場合は。確かにね。 サラダ嬉しいクラッカーと。クラッカーと。素晴らしい。なかなかね。自慢ですね、視聴者の皆さんに。うん。平田さんの。手料理だぞ。タラモサラダだぞ。よいしょ。清水さん、休むってことで言ったらですね、やっぱり、そなんでしょう、イタリア人とかさ、まあヨーロッパ人に学んでですね、バカンスをガバッと取る。あ。 バカンスを、どれくらいバカン、取るのかなバカンスを取るのはバカのやることですね。<laughs> バカン、バカンスね。<laughs> バカバカンス。バカンスね <laughs>、うん。あれはヨーロッパ人が、ええ、あの、革命を起こされないために考え出したものなんですよ。うん、ーヨーロッパってほら、貧富の差が激しいじゃないですか。うんうん、だから、の、うんうん 使いすぎてると、うん、嫌だから、せめて休んどけっつって。うん、ああ休めていいなぁ。なんか向こうの方にすっごいお城見えるなぁ。うん、ま、いっか、みたいな。なるほど、うん。そういうものだと。あれは人民統治のためのシビリアンコントロール。なるほどね。うん、そっか、じゃあ。シビリアンコントロール。使い方間違えたけど。<laughs> ね、<laughs> 使い方間違えたけど。ニュアンスはわかる。ニュアンスはわか,か,かりました。んうんと思ったけど。<laughs> <laughs> あのー、そっかじゃあ準セレブ競争もね、うん、結構こうそのうちこう宮殿とかに住むことになると思うんだけど神、うん、にはやっぱりバカンスをあげた方がいいですねら休んだけえだたそういうこなんだよなになるなんか縛、うん、り首にならないためにうん、うん、いやすごく大事なんじゃないですか、ねうん、いやでもさまあ まあだとしてもですよ、バカンスを取ればですね、その原爆を落としたいという気持ちが少し収まるあ、私の逆ですから、もしかして。バカンス、休んだら俺、どうなんだもう、かゆくなってきたんだけど、なんか言われてるだけで。マグロみたいにこ止まったら死ぬみたいな感じの、死んでしまう。くなってきたな。どうしたんだろう。バカンスかゆいわ。 基本バカンズなんですけど、ね、あの、普段の生活が。本当に、うん、うん。なんかやりたいこと多すぎて。<laughs> それはまあ、うん、それはね、まあ,あの。とりあえず死にたくない、うん、今は。死な、うん、ないためには働いた方がいいってこと。うーん、ほら、片岡さんってすごい的確に話をするなって思ったのが、あ,あ,あのー、えーうん、あれ、えー、っと、倒れないために歩いている。 ったじゃない私のことはああはいはい止まっちゃうと倒れちゃうみたいな感じで歩いてるって言ったでしょあんな感じですねああ終わったら死んそうだったら倒れるんですねバタンっていろいろやりたいこともあるしねうんそこら辺をなんとかしないとやりたいことがあるのはでもねいいっていうか ななんんんかかそうういいいのが人もも多ですね結構さあの大学生とかの悩みの1位ぐらいじゃないですか何がやりたいか分かんない幸せろよく言うんですよ「後ろにな」と「お前の後ろには植えた虎がおると」「菅義偉という虎がおると」ねそれなのに何かしかもそいつが「ガとか言ってるわけですよ この時になんか、あーのー、いやなんか、なんかぐるるって言ってんな、みたいな。逃げるでしょ、まず。うん、うん。なんか、麻痺ステンスやりたいことがわかんないっていう人ああ、そっか。うん。やりたいことがわかんないっていう人は、ええ、あれですよ、あのー、やりたくないこともわかんないんです。ああ。うん。なるほどね。要するに、めっ、うん、これ、絶対、 やりたくないっていうことがもし、分かっていればですよ。反対にやりたいこともあるじゃないですか。僕それでしたね。あの音楽をぜひともやりたいって言ってなくて。あの音楽以外をやりたくないっていう。パワーの方が強いかな。あ、そうそうそう、そういうの大事大事大事。あ、やりたくないことっていうのが。あの、強くね。ある人っていうのは必然的にやりたいことを見つかるんです。あ、やりたくない、やりたいことがわかんないっていう人は。 なんとなくやりたくないこともや,、うん、やってしまうっていう、うんうん、あそこはちょっと問題ですね。うん、なんか、やりたいやりたいことわかんないのはね、別に僕はいいんじゃないかとも思ってるんですけどね、うん、あのそんなやりたいことがある方が偉いって思わなくてもいいよとは思うんですけど、うん、でも結果的にやりたくないことをや,やってしまってるんだったら、ちょっとそれは、うんねあ、誰かにいいように使われるだけですからね。だから、あのやりたくないことはね、うん やりたいことでやりたくないことっていうのははっきりしてるほうがいいですそんなこと言ってもわかんないでョょクの人はそん何でなのかっていうとやっぱ麻痺してんすよ後ろに学校だな学学校校もそうだけど後ろにさトラがガルているのにうん心まあいっかみたいなでもなんか不安だなみたいなそんな感じ本当はちょっと気づいてるのほんはちょっと気づいてる 獣臭いなぁ、みたいな。獣臭いなぁ。猛く臭いなぁ。ちょっと不安だけど、今日も営業電話しとこう、みたいな。そんな感じなんですよ。いやだから、コロナがさ、1日1000人とかね、東京も行くんじゃないかと。止まる要素がない。止まる要素ないですよね。当然増えますよね。止まったらびっくり。それはちょっと、奇跡です。 だから、そういう状況の中にさ、うん、うちらがいるということはですね、うん、怖くないですか、うん、でそんな中でやりたいことが見つからないって、うん、悩んでて、やばくないですかうん。な、うん、ら、逃げたくないですか平和ボケ感っていうのはすごいありますね。<laughs> <laughs> だって、今、自衛隊、旭川と大阪に派遣されたんですよ。うん、はい。あ。 それってさそれ要するに医療崩壊だえそれってもう要するに大震災が起きてるから行ったみたいなもんじゃないですかそれが北海道と大阪に行ったんですよまずこれだけでうわ怖って思うんですよさらにですね驚くべきことどっちも行った人数が10人以下あれいろいろおかしいよだからそれも怖くないですか怖いですね自衛総力を結集し 防衛大臣が会見して。うん、朝日から行け。大阪へ行け。うん、大阪。うん、看護婦七人中2人。うん、準看護婦、まあ、あの助手ですね。ここに。自衛隊到着。<laughs> どう思いますか。いや, <laughs> いやー、それは。大阪府民八百万人います。 あの、むしろね、そ,れそんなみ少ないって聞くと、ランボーとかみたいにこう、ハハハハって忍び込むものがすごい特殊部隊みたいなやつが。<laughs> 全然騒が <laughs> ないんで,すです。でんしょうんするね あの、アベノマックス、マスクの感じとか、さ、あの、ロジ、ロジ、ツスティックスですか、その。ロジスティ、ロジシューティ。あの、ロスティ。平坦がね。平坦がね。平坦が。あの、補給、そういうことも、なんかさ、ちゃんとオペレートできないじゃないかっていう気がするね。ね。能力的に。では、本当に。そんなと、ころ、そんな国住んでたよ。そんな国に住んでてさ、私はそのネットでね、この。 すがーとかあべーとか言ってますけど <laughs>、うんまあ、これはあのぶっちゃけあれっすよ。よよこれこれを売りたい <laughs> から,、うん、からこのまあおまけはい。おまけ,、はい、おまけですがー あべーって。まあ、日本の現状の一つ,つ、一つ。を伝えてるわけじゃないですか。ね。だからまあ、あの、私の動画のこの45分間中の44分くらいまでは、この、最後の1分の経済学の船で買ってね、のためのおまけ。<laughs> びっくりマンチョコの、あの、チョコです。<laughs> それテレビと一緒じゃないですか、そうそう、テレビと一緒、テレビと一緒。そうね、まあただただ自分で売ってるっそう、自分で売ってる、自分で。あの広告代理店、電通じゃなくて、広告代理店、清水。そうですね。で、提供も清水。全部清水。で、あの、売ってる。これ、いいいいいいんですけど、あの、なんか、たまにね、この、安倍がとかっていうのはいいよ、菅がとかって言うけど。 うん、なんかえあなたそれ仕事ですかっていうぐらいさああずーっと菅雨とかって言ってねタを書いてるしいるじゃん。あいますね。フェイスブックとかの多いかな。いやなんか、うん、えっ仕事仕事じゃないんだったらなんかすっげえのんびりしてるなって逆に思いよね俺 <laughs> 大丈夫かそんなんでって。<laughs> う<ん>俺まああれでしょうだからこの 虎に気づかないために、あれがあれがあれがあって、虎<ー>はちょっとまた別なんじゃない本当の虎は。なるほどね。うガ、ん、ーって言ってるのやべーって言ってる <laughs> って感じじゃないかなっていうそ,うそうそうそう。<laughs> <laughs> だから、<laughs> あの、うん、私は本がね、安富さんの本売りたいからやってるけど、うん、なんかさ、違う、やべー,ーって言って終わりってさ。うん お金持ちなのかなって思っちゃう逆に。なんか、とりあえずスッキリしたいみたいな感じそれでもって逆効果ですよね。いや、だいぶ逆効果だと思うし、それってあの非常事態ではダメですよ。ダメですね。そういう問題じゃないです。私は2月か1月ぐらいからずーっと非常事態だと思って生きてるけど、 だから今日はもう片岡さんに飲ませるしかないなと思ってんか面白いと思えればいいんですけどね<ん>その市場自体を、うん、ちょっとでも面白いっちのあれだけどさ、うん、なんか先が分かんないっていうのは結構。 面白いこととも言える。てか、先わかんないもんじゃない。ですそう、もともとね、なんであれね。なんであれね。ずっとわかんない。そうそう、うん。まあ、それはなおさら、もっとわかんない。とさあ。どうする、どうするって、こういうのは結構面白いことだと思うんですよね。うん。不安もあるかもしれない。うん。そう、面白いと思う。そう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 。うん、それができる人とできない人で。うん。もの変わってしまんじゃないかなと。うん。しますね。いうふうに思ってね。うん。あ、とりあえず、今日は。 片岡さんとオンライン飲み会の前に、うん、あのー、少し、うん、ーいやー、今年一年、いろいろあったねー,たねー、動画を撮りたくって撮りました。二人の、らら、幸だな。<laughs> 僕は君と一緒にいると、本当に幸せなんだ。 それ、何の歌ですか見た人が分かるからいいんですそうだよ。しわすとしあわすみたいな、そんな感じでございましたね。何が面白いかっていうのを説明したくない。で、そもそもそれ誰がやってるんですか加山雄三です。加山雄三。名前しか知らないんですか菅原文太の方が好きで。 あままり並べる感じじゃなないいと思すそうの歌手ですから、加山雄三は。加山雄三、歌手だ俳優じゃないの違います。なんか出てたかもしれないけど。あ、そうなんや。加山雄三ファンの皆様、申し訳ありませんでした。幸せだなぁ。もういいですね。なんかでも聞いたことあるね。んセリフが入るんですよ。幸せだな。僕は君と一緒にいると本当に幸せなんだって言って、それを歌い出すんですか シワスバージョンを歌われたと。はい。何が面白いかというと,と、しわすとしわす。をかけたということですね。<laughs> あ、しかわっは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 っ <laughs> は片岡さん大丈夫ワインあるから、はい。これ、あの、次の、ワイン、ワイン、ワイン。そんなわけで、えー、今日はちょっとまったりトークでお送りさせていただきました。はい、今日も読者、チャンネル登録といいね。よろしく。これでいいね。<laughs> まあ、でもいいでしてください。はい。はい